はい、ナビがついたんで、あとはスピーカーつけなきゃいけないんですけど、ここにつくんだけれども、内張り取ってね、ここにね穴を開けて、スピーカーを取り付けなきゃいけないんだけども、はい、純正のねスピーカーキットを取り寄せました。はい、じゃあ内張りを取って、作業に移りたいと思います。うん、でこの内張り取るとね、ここに切り欠きがついてて、ここを切り取って表からこれをつけるとね。でまずこれを切り取らなきゃいけない。はい、これボードくり抜いてね、はい、こっちの表側からさっきのカバーをつけて、こんな感じになりますと。よし、はい、こんな感じだね。でこれをあとはつけるだけ。はい、ここにもうスピーカーの線来てるから配線をつなげていくだけで大丈夫です。よし、オッケー、よし、完成。はい、ということでナビね、付け終わりました。本当はねバックカメラもね付ければよかったんですけども、まあいいかなということで、今回、ナビとですね、あとはスピーカーですね。もうスピーカー忘れちゃってて、後から手配して、付けたんですけどね。まあ地図は古いんですけどね、もともとがラジオのスイッチが入ったり入らなかったりっていうね不具合があったんで、まあそのついでにナビがついてると思えばいいのかなということで、譲っていただいたものをつけました。はい、ということで今回ハイゼットカーゴにナビをつけましたという、お話でございました。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録をしていただきまして、また次の動画もぜひご覧ください。それでは。